カレーラーメン渡しましたよね。もう撤収して帰ってるんですよ僕たち。そうですね。なんでついてくるんですか。伝えるためです。作ってくれた人にごちそうさまを伝えるためです。人。あんな美味しくないですね。ないお前。まあ従来店ですから次を楽しみにしてますよ。次たまるか。視察は以上です。視察？私このカレー屋の本店のものです。カレー屋の本店？君の接客態度はよくわかりました。カレー屋だったんですか？ラーメン屋やと思ってました。では。ぬくなぬくなぬくな。 いいスパイたるものいつスナイパーに狙われているか常に気をつけておくものよはい先輩先輩、大丈夫ですかっ行ったそばからか今すぐ手当てをいや神が味方してくれたようだえ悪魔が敵してくれたようだあんまりそっちの言い方はしないです胸ポケットに入れてたロケットペンダントに助けられたようだ奇跡じゃないですかあロケットペンダントってロケット型のペンダントなんですねそうだかかって開いたら中に写真が入ってるやつのことじゃなかったんですねだっさ というか、これに弾丸当たってないですよ。え痛くなってきたかもしれない。先輩いや、神は私を見放さなかったようだ。今度は何ですか悪魔は私を見放したようだ,だからその大義語みたいなやついらないです。娘にもらったお菓子のキーホルダーも胸ポケットに入れていたんだった。そのキーホルダーに銃弾が当たったかもですね。ドーナツかー。そうだ。絶対通り抜けてるやんこれ私がドーナツ好きだからな。ドーナツはお菓子じゃなくて、スイーツって呼んでほしいな。 なんとなくドーナッツはおかしでしょうが先輩ドーナッツ派なんですねチチ撃打たれた時のセリフじゃないですいや勝利の女神は私に舞い上がるから何ですかそれ敗北の男悪魔は私に舞い上がったあ娘が作ってくれたお守りも胸ポケットに入っている胸ポケット使いすぎじゃないですかアイロンビーズだあ期待したらあかんやつやあ止めてるアイロンビーズすごいなよかった先輩胸ポケットに初期の豆っち入れてたんですね この町の花壇すべてに、ミントを植えてやる。そこまでだ。誰だ赤レンジャー。うわ。青レンジャー。戦隊ヒーローが着やがった。緑レンジャー。5対1とは貴重な奴らめ。黒レンジャー。白レンジャー。ちょっと多いな。金レンジャー。銀レンジャー。銅レンジャー。銅はなんか嫌やな。大々レンジャー。紫レンジャー。珍しい珍しい。茶レンジャー。ハイレンジャー。の色たちや。薄大々レンジャー。薄大々は裸ー くれないレンジャー。シュレンジャー。赤ゾーンに入った。キレンジャー。エンジレンジャー。エンジ色ってそんな感じなんや。ルージュレンジャー。チェリーレンジャー。あ、カタカナになり始めたローズレンジャー。ワインレッドレンジャー。つまで続くんやろ。ターキーレッドレンジャー。タッパーレッドレンジャー。タッパー。オクサイドレッドレンジャー。オクサイド。ポンペイアンレッドレンジャー。ンペるアンルリレンジャー。あ、青ゾーンに入った。29人やあ、青ゾーン終わった。急に終わるやん。赤系頑張りすぎて予算尽きたんかな。十九か。 30にしたらよかったのに、ね。30レンジャーあ,あ、一人脱退したんか。王様ゲームしようよ。あんま二人でやるゲームちゃうけどな。合同コンパの定番やろ。合コン略さずに言う人や。全然合同じゃないけどな。確かに。コ夜ンやな。王様ゲームしようよ。先聞いたそれ。ははーん。さては負けるのが怖いんだな。王様ゲームに勝ち負けとかあったっけ あれやろ何やろあれローカルルールか。くじ引き引くやつやろ王様ゲームって。違う違う。そこも違う。道具とかいらんよ。そう。掛け声だけあればええよ。ああ、それはわかるで。じゃあそっからやるか。くじ引いてないのに。いくよせーの。王様はーれだ。わーれだわれだ。えお主は王でないのか。いやー。違うやん何がちゃんとやってよえっと、われも王だ。そうそう。何このゲームわれはー。 鼻と口の間にくるんとした髭をつけておるぞ。王様あるあるを言ってくみたいなやつ。貴様はどうだ我は、首に白いギザギザの丸いあれをつけておる。うーん。デュースだな。どういう基準なのテニスと同じ数え方なんや。我は、続けるんや。ご飯を食べるときは、めちゃめちゃ長いテーブルのお誕生日席の部分で食べるぞ。 王はあの席のことお誕生日席とは言わぬぞ。しまった。ちょっと楽しいな。そういうお主はどうなんだ我は、この国で一番強い奴を姫と結婚させるとか言うくせに、一番強い奴が貧乏な奴だと、それを取り消したりするぞ。えー、参りました。買っちゃった。楽しい。えーっと、次のバスに乗ったら目的地か。ダメだ、少年、うん。何ですか、あなた。次のバスに乗ってはいけない。なんで邪魔するんですか君がこのバスに乗ると。 事故が起きるんだ。えどういうこと君は運賃を電子マネーで支払おうとしている。そうだね。ああ、はい。そしてこのバスは一律450円。そうですね。残高不足なんじゃないかなんでそんなことうわ、ほんまや。君は残高不足で乗車に時間をかける。そして発車時間が遅れたバスは土砂崩れに巻き込まれるんだなんでそんなことわかるんですか驚かないで聞いてほしい。はい。私は、5年先の未来から来た君だ。ええー 5年以内に性転換するんや、自分。驚くのも無理はないよ。驚いてるわ。未来だもんね性転換することにな。なんか、本当に未来の僕である証拠とかないんですかうーん。アメンボ泳ぎ。アメンボ泳ぎなぜそれを小学生の頃に中村くんと二人でプールに行った時に中村くんが編み出した泳ぎ方だよね。そうそう。中村くんすごかったよね。何やってたのろあれ。これで僕が未来の君だと分かったかな こいつが5年後の中村くんである可能性は消えてないな。そいつと話してはダメだなんやなんや次は誰やおっと、紹介がまだだったね。僕は6年後の君だうわもう一回性転換するんや。手のひらにピアスついてる。最近あいつと全然会ってないな元気してるかなあ、久しぶりーおすごいタイミング。どないし発端急に京都。 いや、君の話してたらちょうど会えたから、すごいなぁと思って。ああ、そういうことあるよね。噂をすればってやつやね。私もこないだ、猫で癒されたいなぁと思って、一人で猫カフェ行って、猫じゃらし食べさせ。うわ、猫来た。えすごー待って。噂をすればルーじゃん。今、猫じゃらし食べさせっていうか。ああ、猫じゃらし好きやから食べるかなーと思って。猫じゃらしは猫をじゃれさせやつや、ね、じゃあ、猫じゃれさせや。確かにそうやな。あー、猫じゃらしが来た。どういうこと 猫じゃらしが来るって何噂をすればトロワじゃん。先からなんで数字フランス語なんえアンドゥトロワの数え方してるやん。ワンツースリーって言うよりもかっこいいやん。ワンツースリーもアンドゥトロワも変わらで。わあワンツースリーが来たもう意味がわからん。噂をすればフォーじゃん。そこは英語なんや。トロワの次知らんから。恥ずかしいあどうしたんこないだ、1億円がさ、1>, 1億円 ?1 億円でさ、1億円だなーと思って、1億円だよねーって感じでさ。1>, 1億円の噂して、一億円手に入れようとしてる いやー、キノコ狩り楽しかったなー。たくさん取れたけど、毒キノコとか混じってないかな <laughs> そこの君。なんや誘拐ですか違う。よかった。わしは毒キノコ博士。危ないキノコを見つけたら、わしにお任せじゃん。あー、子供番組みたいや。では、どんな毒キノコを見せてくれるのかな毒キノコを前提なんや。じゃあ、これ、なんてキノコですかどれ,どれ、どれあ、生で食べた。これは食べれるキノコなんですね。そうじゃよ。食べられるが、毒キノコじゃえこのピリピリ感と、オート感。 袋鶴竹じゃ。やばい奴に頼ってしまった。数分経てば、痙攣が楽しめるぞ。けいを楽しむなって。さあ、次のキノコを出すのじゃ。え、嫌です。あやめた方が。早くいえー。こう、これとか。ありがとう食べるの早。スピードが怖い。ああ、このめまいの感じは、あれじゃ。日陰しびれたけじゃな。そうなんですね。幻覚作用を持ってる珍しいキノコなんじゃよ。ちゃんと解説はしてくれるんや。そうそこの君の言う通り、マジックマッシュルームとも言われてるんじゃ。女の子なのによく知っとるの。 幻覚見始めてるさあ少年次を頼むぞ死んじゃいますってかまわんかまわんのかじゃあこれこれは食べられるキノコやないか怖いよ毒キノコも食べてたけどな次普通のキノコ渡したらいてこますぞ怖わフるたけのけいれんか遊戯王を知らない人が遊戯王という名前だけを頼りに遊戯王を作ってみたエンジョイキング遊ぶ俺はエンジョイバトラー戯れ遊ぶ エンジョイバトラーの頂点、エンジョイキング目指して、今日も6丁目公演で遊ぶ。あなたが噂の沢村遊ぶくんですね。その声は、1丁目の上手の、すんごい賢い、4丁目のだ田んデスクトップパソコンを準備しているのか、いのか 2>, そ2丁目の上手、ね、のサウンドパソコンだぜ。でもあなたが私に負ける確率は、9割区分ですよ。インテリキャラなのに、パーセントじゃなくて割を使ってくるぜ。 さあ私とエンジョイバトルしましょうエンジョイバトルだとまあ私が勝つのは決まったものであなたが内定逃げ出す確率は9割くぶくりんですいつでもパーセントを使わないぜ俺は確率とか難しいことはわからないけどいつでも全力で勝負するだけだぜでは始めますよあ,あ、フィールドオープン開放,ン解放まずはチョイサーを決めましょうチョイサージャス、ワンツー,ツーフリアー,ドーやった おかしいですね私がチョイサージャッジに勝つ確率は9割九分九9もだったのにもうじゃあ俺のチョイスはジャングルジムだぜ私の得意分野を選んでしまいましたねこれで私の勝率は9割九分九9ですしでは先で行でいかせてもらいますわくわくだぜ3類4目並べ何なにな何をしてるんだジャングルジムをマス目と捉らえ脳内で4目並べをしているのです ンプルについていけないぜちなみにこういうゲームのことを「二人ゼロ」は有限確定完全情報ゲームと呼ぶのですよへえ<ー>おじけづきましたかさ,さすが一丁目の超頭脳だぜ私の勝率はすでに9割くぶ9コツですコツ次は俺の番だな、ま、せいぜいあがくことですデッドオアライブな何あの狭い空間を上から落ちるとは少しでもずれれば死は免れない この狂ったチャレンジ精神があなたの強さってわけですね。私の負けです。やっただぜこれであなたは、この町の支店長を全員懲らしめたわけです。これでこの町は平和になったのかい,いえ、この町で一番大きな公園、遊びが丘中央公園にいるボスを倒さなければなりません。中央公園だと人呼んで、中央公園の魔王。ワクワクだぜしかし気をつけて、今のあなたでは、魔王に負ける確率は9割、9割区部、<こ>9モコ、9主優<流>9ネハン弱小。ネハン弱小 Wah pa pa pa